おはようございます、釣り子 TV です。名古屋キープキャスト、いやすごい熱気でしたね。こう展示会が復活してね、で、まあ、横浜ですとか大阪ですとか各展示会が終わるごとに、こうなんというか世の中がまた一つ一つね正常に戻っていっているなぁなんていうね、そんなのをね、感じた展示会だったんですけども、名古屋キープキャストといえば物販もあるよね。非常に熱い展示会なんですよね。各メーカーがその名古屋に向けた限定カラーのね、ルアーを塗ってきたり、またねその名古屋キープキャストでしか買えないような仕様のね、通常だと販売してないけどキープキャストでちょっと試しに売ってみようかなんていうね、そういうルアーがあったりして、で、一つだけね今回キープキャストでルアーを、買っちゃいましたね。気になるルアーはね、まあ、レイドジャパンブースにこう限定カラーのダッチがあったりとか、あと目の前にあったねあのガンクラフトブースではね、あの金のシャチホコカラーみたいなね超かっこいいねジョイクロシフトがあったりとかね、その他ねあの動画でも取り上げたような のがいろいろあったんですけども、で、一つだけね自分が今回キープキャストで買ったルアー、これを見ていきたいと思います。じゃあ早速開けていきますね。じゃじゃじゃーん、トップウォータープラグね、ハイドアップの、パイロン185っていうね、このルアーをねキープキャストでね買ってきたんです。まあこんな映像もあるんで、ありがとうございます。一服してもう帰ってこないか。タバコ忘れてっちゃって、早く買わなきゃ。はい、というわけでね、こんな感じのパイロン185ね、ブラックバスでもまあ使えるは使えるとは思うんですが、このサイズ感なんで自分の行く釣りだと関東のこの白パターンが始まったタイミングのですねシーバスゲームでね、使いたいなと思って、買ってきてみました。で、これを買った経緯っていうのがですね、横浜の展示会の時にハイドアップね石井さんがめっちゃパイロン釣れるんですよね。で、垂直浮きのものがね市販されているんだけども、名古屋キープキャスト限定でお試しでねこの水平浮きのやつをですね、販売しようって思ってるんだみたいなことを聞いて、おビビビビビッときたわけですね。こう巨大なねペンシルベイトね、もう今メガドッグあたりから火がついてヒュージペンシルであるとか、そもそもヘドンのねスーパーマグナムザラスプークとか、こういろいろね巨大ペンシルって今選択肢があるんですけども、その中でまあねちょいちょいね買ったりして使ってはいるんですが、自分の中でこりゃ釣れるよねっていうね、感触を得ているのが、できるだけこう水平浮きなペンシルベイトの方が自分は使いやすいなっていうね、こういう感触があって、それっていうのは、まあ、例えばサミー198とかね、あそこら辺はどちらかっていうとこう垂直気味で浮いてダイブアクションとか、しながらですね誘っていくようなプラグの、代名詞ってなると思うんですけども、どちらかっていうとあのメガドックとかはちょっとね水平気味に近い感じのこうスケーティングアクション主体なルアーになるのかなとかね、まあまあまあいろんなねペンシルベイトを使っていて、水平浮きでまだまだねいくつも、釣る肝はあると思うんですけど、まあ自分の中ではね一つ、垂直気味ではなくて水平浮きである、で、まああとね、フックの位置であるとかいろいろ好きな要素はあるんですけども、今回ねこのハイドアップの水平浮き気味に、チューニングされたこうパイロンはですねまさにじゃないかなと。もちろんね色が綺麗とかそういうのはあるんですけども、
従来の売られているパイロンはクロロカーボンで設計されていて、どちらかというとこう垂直気味に浮いていて、でこうデジ巻きとかでもね、トリッキーなアクションが出るね、こう360度もいろんな方向にぶっ飛んでいくっていうね、そういうね、印象なんですけども、水平浮きバージョンということでね、早速ね開けていきたいと思います。まあパッケージはこんな感じで、BKK のフックが標準装備されているんですね、とか、色はですねサンライズチャート、グローベリーだ、グローベリーなんだ、あ、言われてみれば黒っぽいですね。じゃあね、ちょっと早速開けていきますね。まあ使うのは今年の秋ぐらいになってからかなと思うんですけど、はーい、出してみました。うわー、ね、この腹にグローが吹かれているんですね。で、遠くでも視認性のいいこういうイエローヘッドで、ただボディのところはねこういうベイトフィッシュライクなデザインで、まあいいカラーですねこれ。まずね、でパイロンね、この独特なねシェイプしてますよね、こうなっていて、うん、ちょっとねこうなんというかうまい言葉が出てこないですね。まあ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 、パイロン独特のこのねボディシェイプがあって、でこのね貫通式で、これ見てくださいよ、めっちゃ太いね、これ 1.6 ミリワイヤーって言ってましたね。 1.6 ミリワイヤーを採用していて、で後ろまで貫通していて、なのでもうめちゃくちゃ丈夫。この感じであればまずシーバスに壊されることはないと思うんですけども、不意に訪れる青物ね、巨大青物とかの襲撃にも耐えられそうだし、この手のやつで、そうですね、まあどうなんでしょう、自分やったことないですけど、赤目なんかもそのまま狙えちゃうんじゃないかなっていうね、強烈な丈夫に作られている仕様じゃないかなと。マグロなんかもね、狙えちゃうよなんていう風にね動画で言ってましたけども、そんなこの比較的垂直浮き気味が持ち味のパイロンに、キープキャスト限定で比較的こう水平気味なチューニングがなされたモデルがね出ていたっていうことで、一つ買ってきてみました。で裏に説明書きが書いてあるので、見ていくと、まず長さは 185mm だよっていうことで、フックサイズは10番を使っています。スプリットリングは4番を使っているんだよっていうことで、でタイプが、あ、そっか、バーティカルモデルっていうのが従来ね販売されているやつだと思うんですけども、これにこう水平浮き、ホリゾンタルモデルっていうね、これが登場したよっていうことみたいですね。でパイロン一番薄いところでこのねプラスチックが、2.5mm 厚のね、この非常に厚手の皮膚なんですが、厚いところだと腹が 5mm から 8mm ぐらいのね厚さの、そういったプラスチックでできているよっていうことでね、非常にね、丈夫っていうことですよね。で対象魚がバス、シーバス、赤目、青物、GT、マグロ、世界中のフィッシュイーターということで、もうどんなところに持って行っても丈夫だから最後まで戦い切ってくれるよっていうね、こういうことみたいですね。まあちょっとこのねホリゾンタルモデルね、水平浮きバージョンせっかく手に入れたので、顎のキールとかも気になるな。今年のですね秋の、まあ、この城にシーバスがね反応しだした、そんなタイミングで、投入してみたいと思います。で、今回本当ね買ったのねこれ一つだけなんですよ。ちょっとねお楽しみだなと思ってね、まだこの城パターン始まらないタイミングでもね、どんな感じの動きかね早速試してみようと思うので、まあおかっぱりからボートから、まあ、バス釣りでもタイミングによってはっていう感じでね、使い込んでいってみたいと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、名古屋キープキャスト限定でですね、販売されていたハイドアップのですねパイロン、185
これの浮き姿勢ちょっと調整モデルですね、これを一つ買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。